もご視聴いただきありがとうございます。ニュージードリフトライフチャンネルのたけしです。今回ご紹介するのはこの後ろに映っている僕の V36 スカイラインのドリフトカー。これがなんでドリフトに向いてるのかと5つのポイントに分けて、ぜひ紹介していきたいと思います。あと動画の最後にですねマッドマイクの走行動画についてお知らせがあるので、もし興味のある方ぜひ最後までご覧になってください。よろしくお願いします。それでですねこの後ろの V36 スカイラインなんですが、もう僕この車購入して約1年弱になるんですね。購入したのがね2018年の1月ぐらいかな。もう最初は全然ドリフトできる状態ではなかったんですよ。でそこからまあ少しずつこう良くしてって今の状態があるんですけど、結果的にですね知れば知るほどこの車ドリフト向いてるなって思うので、まず第一に言えるのが外観、エンジン音、これが他のドリフトカーとは全然違うので、まずここがすごく大事かなと思います。まずねこの車でドリフトやってる人がニュージーランド全然いないんですね。でまあ多分日本もそんなに多くないと思うんですよ。これですけどエンジン音が他の直四のターボカーとはまたちょっと全違う音がするので好評なんです。あとまず見た目がこんないでたちなものでですね、走行前は全然見向きもされなかったのに走行終わった後でこれ何やってんのって結構聞かれるんですよ。なのでまず見た目と音、この点でこの車が非常におすすめな理由の一つになります。で2つ目のポイントはこちらの車乗ってるエンジンが Z34 と一緒なんですね。 VQ37VET っていう、可変バル体の 3.7 リッターの NA のエンジンが積んでます。ギアボックス、ドライブシャフト、デフで、あと、アクセルシャフトですね。この辺がキャパシティが非常に大きいんですよ。なのでミッションブローもしづらいっていう良さがあります。デフにしてもアクセルシャフトにしてもすごくキャパシティの大きいものが使われてるんで、駆動系に関してはねもうほぼ問題ないんじゃないかなと、ノーマルで使う分には問題ないんじゃないかなと思います。で、おすすめポイントの3つ、これが V35 スカイライン、 V36 スカイライン、 Z33、 Z34 あたりのモデルっていうのは結構共通部品が多いんですね。特に足回りの部品は V35 と Z33、V36 と 370Z、 これがフロントの足回りとかねリアの足回りほぼ一緒なので、例えばこの車にですねこうナックルつけたい、いやこんなレアな車ないでしょと思うんですが、 370Z 用だったら存在するので、この車に、フロントナックルをワイズファブだとかパーツショップマックスとかのフルキットっていうんですかね、そういったものを取り付けることも可能なんですね。でその利点のあともう一つはパーツが共有されてるということで、逆に言うと純正の中古パーツもねとても見つかりやすいんですよ。簡単に安く修理もできるっていうこともあるのでおすすめなんですね。でポイント4つ目、これは僕が実際にこう走らせて感じたことですね。実際 NA の V6 ってどれだけなのかなって、まあ、パワーはね一応333馬力カタログ値ですけどもあるって言われてますが、実際のところはどうかなってっていう部分だったんですね、僕は心配してたのは。でも実際これを走らせてみたらもうパワー十分っすよ。なので日本でいうとこの、日光サーキットだとかあの辺りだったら結構走れると思います。あとですねこのギア比も結構いいんですよ。純正の V36 スカイラインって6速マニュアルで、最終減速比が 3.69 っていう減速比なんですが、これがですねなんかミニサーキットにめちゃくちゃ合うんですよ。多分ねやっぱトルクがあるのでパワーバンドが下から広いからそういうことができるっていうのもあると思うんですけども、よく使うのが245の4518っていうサイズなんですね。これニュージーランドでいっぱい走ってるホールデンコモノアの純正タイヤサイズで、中古タイヤがね見つかりやすいんですよ。245の4518とか225の5517とかこの車あったらスンと普通に入るんで、とても重宝してます。これ誰も欲しがらないタイヤサイズなんで、中古タイヤも見つかりやすい、これも、ポイントの一つだと思います。最後この車の利点5つ目、タイヤが乗るっすよ。これこのスカイラインに関しては、18インチ245の4518っていうかなりタイヤ外径の大きなタイプですね。これが6本積めます。リアシートは取り外す必要がありますけども、それをこう外せば後ろにタイヤが4本積めて、リアトランクにはタイヤがですね2本入っちゃうんですよ、縦にドンと。そういうところも利点の一つなんです。
僕はドーリーを使ってあの車をですねトレーラーを使って運んでますけど、それをしなくても自走で行ったとしてもタイヤが6本積めるっていう利点はとても大きいと思います。はい、それでは車のですね下側をちょっと覗いて見てみたいと思います。はい、それではですね車上げてみたんで下から見てみましょう。まずこの車のいいのはあけぼの製の大きな対向4ポット、後ろには対向の2ポットが起こられている点ですね。これのおかげでギアブレーキもがっちりロックします。でもですね、シングルピストンのタイプでも、ちゃんと油圧サイドにすればブレーキはすごい効きます。で、僕がやった作業内容ですね、ナックルのストッパーをですね大きく加工して、切れ角を増やしたのとタイロッドエンドスペーサーを自分で作りました。で、トランスミッションキャパシティが大きいので純正でもね全然問題ないです。 BC ゴールドのサスペンションが前後に取り付けられています。で、排気系、これはフルステンのエキゾーストに触媒レスで、Y パイプがつながっているというタイプになるんで音は非常に甲高くて大きいですね。リアセクションに行くとタイヤの変摩耗を減らすために、キャンバーを起こして、でキャンバーを起こすのに合わせてですねちゃんと塔が正常値に来るようにそれぞれの サスペンションアームを、長穴で加工して、数値がちゃんと出るようにしてます。ただこれも全部純正品を使っているのでお金はかかっていません。で、前回の動画で説明したんですけどスタビが今は外されてる状態ですね。ついでにねちょっと外しちゃいたいと思います。で、ハイキャスキャンセルなんですけど僕はもうただ単純にですねこうプラグを外してあるというだけになってます。なんかね変な動きするようだったら変えようと思ってたんですがそんなに変な音しないのでこのまんま、まあ、問題出るまでこのまま行こうかなという感じです。で、デフは、以前の動画でも紹介した通りデフロックされてます。リアデフもマウントをですねちょっとリジットっぽくしてあります。これをやるまでは、リアデフがねジャダーでこうダダダダダダッと震えてたんですけどこのカラーをですね溶接してこの物資の外側と物資の内側をこう無理やり止めてやるという感じになります。これだけで、結構がっちりしました。そんな感じでですね本当にベーシックなことしかやってないんですよ、クラッチ、デフ、車高調で、闘魂アーム関係、リア周りはもう全部 DIY で長穴にして、アライメントを取ってやってあるのとナックルストッパーを加工してあってパイロットエンドスペーサーはですね自分で旋盤を使ってこう切り出してやってあります。もともと37度しか切れてなかったの37度の切れ角が46度まで増えたという感じになってます。ちなみにフロントタイヤはグリップをなくすためにレグノの結構カピカピのタイヤが使われてます。見えますかね、あのもうねヒビヒビなんですよ。でもこれのおかげで結構フロントがいい感じに逃げてくれるんですね。エア 3.5 キロで使ってます、フロントは。で、車高は下げすぎず、サイドシルの部分で水平になってます。ちなみにこのリフトに乗せられるギリギリの高さにしてあるんで、もうね、これが一番僕にとってはやりやすいですね。あ、上げたついでにリアスタビ取っちゃいます。あ、ちなみにエキゾーストのところは、スレッドコンパウンド塗っとくと、いや、つかなくていいですよ。こんな感じでリアスタビ取れました。僕はですね、おすすめの改造方法ですね、リアが結構ロールするようになるんでトラクションがかかりやすく、自分で角度調整がしやすくなりました。はい、いかがだったでしょうか。僕がこの V36 スカイラーを選んだかっていうのを、今日は紹介させてもらいました。まあ本当個人的な感想ですけどね、まず目立ちますし音もいいですし意外性があってみんなから声かけられるし、でしかもトルクがあって走りやすくて壊れづらくて、でタイヤも乗ると、もうねいいことづくめですよ。まあポイントとしてはね、コンペティション大会に参加するっていうスペックで考えたら確かにちょっとパワー足りないなっていうのもあるかもしれないんですけど、エンジョイ系のドリフターだったら全然問題ないと思います。
今後これからどんどんメジャーになっていくんじゃないかなと僕は思います。あともう一つ、冒頭でも説明してた動画の告知なんですけども、これですね、実は先週末行ってきたリッドフットフェスティバルの方で、なんとかのマットマイクの車のリアウィングの上にですね GoPro カメラを付けさせてもらって動画の撮影をしてきました。インタビューもちょっとできたんで、その辺もですねこうギュッとまとめた動画にする予定なんですね。なんでその動画を明日2月9日の午後8時30分から今回初めてなんですけどプレミア公開っていうのを使ってみようかなと思います。質問だとか感想とかいただければ僕リアルタイムでバンバン返信できるんで、もし時間があったらですねそれも見てみてください。そんな感じで今回はこの V36 スカイラインの動画とプレミア公開のマッドマイクの動画についての紹介になりました。まあ、こんな感じでですね、これからもニュージーランド在住のドリフターっていうところを生かして面白い、イベントだとかこの回答方法だとかをですね紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもー。